ねえねえ未来、どうしたん？今週の日曜どうする？はあ、あ、じゃあ映画行かない？ええやん。今流行ってるやつ？そうそう、マジ楽しみ。あ、待って、ん？あんま面白くないわ。え、オチが微妙だわ。あー、見えちゃったか未来。うん。でも今流行ってるのはなして？あー、あれステマ。え、マジ？ツイッター漫画家が同じ時刻にレビュー漫画上げてたのバレて炎上する。あぶねー。なあ。じゃあどうする？あ、じゃあタピラン。ちょっと降らない？あ、大丈夫大丈夫。名前忘れたけど、芸能人の兄弟か姉妹がやってるっぽくてめっちゃ流行ってるから。マジそれめちゃ行きたいね。あ、待って。あ、あんま美味しくないわ。え、タピオカが硬いわ。あー、また見えちゃったか未来。うん。でもあの芸能人関わってるんだし、言っとくだけ言っとかない？その芸能人死ぬほど炎上する。マジ？なんか兄弟か姉妹かばう体で天使攻撃して死ぬほど炎上する。あぶねー。なあ。じゃあどうする？あー、じゃあネイル行かん？めっちゃいいな。うちも最近ハマっててさ、これとか流行りの店でやってもらう。あー、見えちゃったか未来。来週炎上する女優と同じ柄だったわ。じゃあどうする？じゃあ、あ、待って、やばい。どうしたん？ダメだわ。大丈夫そう？今週末どうあがいても炎上コンテンツに触れる未来に収束する。つんだ。マジそれ。あ、じゃあパラレル言っとく？あーね。すごいな。あー、授業だる。それな。今日の時間割なんだっけ？ね、歴史、数学、体育、物理、家庭科、家庭科。うわ、全部だるない？わかる。てか歴史って今を生きてるうちらに関係なくない？それな。ねえ、意味わかんない。うん、意味か。どうしたん？うちバカだからわかんないけどさ、うん、ニキビとか肌荒れしちゃった時ってだいたい前の日に夜更かししたり甘いもの食べ過ぎたりしてるじゃん。あ、わかる。それを覚えとくとさ、今日は夜更かし過ぎないようにしようとかなってさ、同じことミスらんくなるじゃん。うん。歴史勉強するってそれと同じ説ない？あー、説あるかも。いや、とんでもなく本質ついてるな。ん？どうしたんだ、ダダ君。あ、いや、なんでもないっす。で、二元数学っしょ？そうそう。あれこそさ、三角関数とか因数分解とか一生使わないじゃん。それな。そんな教えんのやめてもろてって感じ。なあ。でもうちバカだからわかんないけどさ、うん、痩せたいとか可愛くなりたいとか、うちらってみんな違う悩みとか夢とか抱えてんじゃん。あーね。みんな違うんだけどさ、その夢叶えるやり方とかをさ、みんなと一緒に考えたり教え合ったりできるじゃん、うん、数学ってそういうこと教えてくれてる説ない？あ、説ある。だから深い深い、大人でもたどり着くかがわからないよ、その深み。え、何？多田くん大丈夫そう？あ、大丈夫です。で、何その次、体育？うん。うわぁ、汗かくしメイク崩れるし最悪。でもうちバカだからわかんないけどさ、うん、健全なる精神は健全なる肉体に宿ると思ってんよね。あ、説ある。本質どころか金言じゃん。で、その次、物理。うちバカだからわかんないけどさ、もう言いたくてやってるだろそれ。この世界はたった2つの数式で説明できるくない？ついに誰もたどり着けなかった領域に達しようとしてる。説を、いや、4つじゃない？あー、確かに。でもうちが思うに、一般相対性理論には穴があるんよ。なんでこの話題だけ討論がはかどってんだよ。マジずっとすごいな。大丈夫そうってなった。いや、マジそれ、今うちらコペルニクス的な展開目前っていうか。で、5、6弦が家庭科？そうそう。いや、調理実習とかマジしんど。うちバカだからわかんないけどさ。あー、また本質つきそう。包丁って5文字入れ替えるとアンミカになるくない？あ、急にちゃんとバカ。うわー。でさ、その馬先の先輩やばくて。顔は？いや、顔は超いい。めちゃくちゃ席取られてる。顔良くてもクックわかんないのは普通に引くんだけど。さすがにか。エピソードトークに花咲かせてんな。入りづれ。クック48ってやばくない？ AKB かよ。やば。先輩バカすぎんだろ。大丈夫かよ。じゃなくて、ああ、マジで嫌だ。
そこ俺の席なんだけどって言った途端、俺が悪いみたいな空気に包まれるあの感じ、マジで嫌なんだよな。どうしよう。え、何？あ、俺？そうでしょ、この距離で見られてたら。だいぶ近いよ。あー、いや、そこ俺の席で。あ？あーね、ごめんごめん。どかないんだね。あれ？え、てか、ケイコの彼氏の人？え？違うけど。それ違うって、通話イケボ彼氏このクラスじゃないわ。あいつ通話イケボ彼氏って呼ばれて。めっちゃ似てない？似てないから。うわ、え、なに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 。あー、なんか虫が。虫？虫が入ってきたっぽい、窓から。あー、虫かよ、ダビビッタ。え？うん。え？今光った。あー、まあ。え、待って、それ能力なの？うん。マジ？びっくりした時光るってこと？いや、好きな時に光れるけど、ビビったりすると反射で。やばやばい。え、好きな時光れるとか、可愛くね。え？ね、可愛いってか、エモい。わかる。何が？写真撮る時とか良さそうじゃない？利便性じゃん。わかる。あと間接照明とか。実用性じゃん。え、それじゃん、ガチでエモい。何が？てか、名前光るで能力光るなの可愛すぎん？それほんとやめて。ねえ、ピカルさ。ピカルマジか。今度映え写真撮るの手伝ってよ。インスタ載せたい。マジで嫌かも。なんでよ。ちゃんと間接照明役でメンションするから。もっとやだよ。インスタにあんまスタッフクレジット載せないだろ。お礼にめっちゃいいコスメ紹介するから。いらないね。化粧しないよ俺。しそうに見えてる。じゃあ何ならいいの？席どいてほしいかな。あれ？未来と平行と光？珍しい。絡みあったっけ？あー、もっと早く来てほしかった。絡みないよ、席占拠されてんだよ。いや、してないし。てか超仲良くなった。なってねえよ。なってないも失礼か。難しいな。ねえ、ピカルがさ、お願い聞いてくんないんだけど。ピカル？え、ピカルって呼ばれてんの？あ、最悪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 。ピカルだからピカルじゃんね。可愛くない？可愛い。可愛い。ダメだ、もう敵しかいない。終わった。あ、待って、バイト行かなきゃ。じゃあ行くわ。照明考えといて、おつ。じゃあね。バイバイ。はぁ、あ、ギャル怖。ん？お前も怖い。はい、次。2年1組の女子、体重測定です。あー、マジだるい。どうしたん、ミラ？大丈夫そう？無理、ダビに伏しそう。あー、ダビ伏しね。頑張ろ、ミーちゃん。これ終わったら新大久保だから。あー、生きる。ミラ、今日のために2日断食してたもんね。それあんま言わんといて。軽井沢さん。あ、うちだ。頑張。大丈夫かな。汗汗。やいなら大丈夫しょ。やば、行ってくる。おー、行ってろ。え、4キロ。ちょ、先生、読み上げるとかマジありえん。え、いや、え、もう暑い。しかも去年から200グラム増えてたし。八重さ、どうしたん？去年も思ったんだけど、うん、不正してない？え、してないよ。だよね。みーちゃん、ひどい。軽井沢さん、ごめん、もう一回測ってもいい？しゃあないな。発動。発動って聞こえたな。2キロ。やった、痩せてた。え、待って、え、八重めっちゃ痩せたじゃん。ねえ、嬉しい。すごいね、こんな短期間で。ほら、喋ったりするだけでもカロリー使うじゃん。あー、カラオケとかと一緒ね。そうそう。八重さ、どうしたん？不正してない？え、してないよ。だよね。みーちゃん、ひどい。とりあえず次、美里さん。あ、はい。がんば。538キロ？いや、ごめん、マジごめん。いつい？ごめん、キンパおごるから。え、マジ？ごめん、だから戻して。うん、戻す戻す。てか、じゃあ減らすね。うん、マジか、ありがとう。発動。あ、先生、もう一回お願いします。あ、そうね、さっきのはさすがに競走馬レベル。8グラム。いやー、八重しか勝たんわ。ふぃ、これで心置きなく新大久保行けんね。なあ、あ、待って、どうしたん？来週うちら再検査されるわ。あー、見えちゃったか、未来。そして彼は約束を破り、後ろを振り向いてしまった。うわ、カリギュラ効果じゃん。はいはい、おまたおまた、ヒカル連れてきた。あ、ピカルだ。ピカルも聞こう、みんなの話すごいから。あ、ほんと自分勝手だな。じゃあ次は私ね。何、百物語的なやつ？そうそう。この話はね、ある友達の実話なんだけど。ああ、そういう雰囲気も出せるんだ。その子は、仮にゆうちゃんとしておくね。あ、階段っぽい。
でね、ゆうちゃんがいつものように寝てると夜中にいきなりさ、今空いてるって LINE。 香水じゃん。それ彼氏からだったんだけど、ゆうちゃんなんだか急に怖くなったんだって。待って、怖。で、恐る恐る通話したら、彼氏から別れよって。あ、うわわわわ。結局二人は別れたんだけど、別れて一週間経たないくらいかな、ゆうちゃん原宿で元彼の後ろ姿見つけて、なんか気まずいな気まずいなと思って、でも何してるんだろうってちょっと気になってたら、トトトトトってどこからか足音がかけてくる。うーんと思ってると、女が一人元彼の近くに寄って、バッと手を伸ばした。なんとその女、元彼と腕を組んだの。そう、別れたばかりの元彼がもう別の女と歩いてたんだって。え、何その話。怖、めっちゃ怖いって。お、俺鳥肌立っちゃったよ。なんでだよ。いや、私も初めて聞いた時パないなパないなって思って。怖いなだろ、相場は。いろいろギャルすぎるな。ユーリめっちゃキレてたわ。あー、名前バラしちゃうし。いや、ユーリはワイだろ。じゃあ次うちね。不安だな。これはうちの実体験で、一人暮らしの先輩の家に泊まった時の話なんだけど、その時めっちゃ恋バナで盛り上がって、気づいたら深夜。あー、もうギャルだ。これもうオール確定だわって二人で話してたら、急に部屋が停電して、もう暗黒。マジやばない。やばいやばい。二人ともスマホ充電してて手元にないし、積んだって。え、デートしたん。そしたら先輩もその時初めて気づいたらしいんだけど、部屋の壁にもともと小さな穴が開いてて、ちょうどそこから隣の部屋の電気が差し込んでたっぽくて、その光のおかげでなんとかスマホのところまでたどり着けたんよ。もうほんと助かったわ。うん。スマホのライト使って2人で外出たら、ちょうど同じタイミングでお隣さんも出てきたから、停電超怖いですよねって話して、なんか先輩の部屋だけじゃなくてマンション全体が停電だったんだって。怖いね。停電めっちゃビビるよね。それな、光って偉大だわ。いや、めっちゃ怖くね、この話。マンション全体が停電ってことは、差し込んだ光は部屋の電気じゃないし、お隣さん壁の穴からライトで照らしてこっち覗いてたんじゃ。なんで、何これ、意味怖。どうしたんピカル。あ、怖いの苦手だった。いや、違くて。あ、何。うわ、あ、ピカルめっちゃ光ってる。あ、暗いとめっちゃ目立つじゃん。なんか和むね、ピカル。ピカルって偉大だわね。このノリが一番怖い。命と金が渦巻くエンターテイメント、今宵も最高なショーの開演だ。演者のリストをよこせ。はい。どれどれ。能力は超視力、鉄頭、大食い。なるほど、今回は大丈夫そうだな。どいつもこいつも平凡な能力ばかり。苦労しましたよ。おい、はい。この未来って女。ああ、能力未来史のギャルです。傑作ですよね。自分たちに起こる悲惨な光景を先に見ちゃって泣き出しちゃったりして。おい、何してんだ。え、バカ野郎、今回は謎解きとか運試しとかそういうのばっかりしちゃったよ。え、未来見られたら成り立たないよ。いや、事前に言ってくださいよ、そういうの。うるさい。とにかくそいつは厄介すぎる。つまみ出せ。結構雰囲気いいね、ここ。意外とこういう落ち着くとこ好きかも。わかる。ちょっと暗い感じ散るじゃんみたいな。落ち着いちゃってます。なんでだよ、怖いだろう。ダメだ、もう時間だ、始めるしかない。最初は3つのドアのうち1つだけが正解。不正解を開くと熱湯に落ちるステージ。あ、ギャルが来ました。うわー、真ん中以外熱湯じゃん、振動。それまあきつ、スーパージョッキーかっつーの。なんでこのギャル熱湯コマーシャル知ってんだよ。悔しがるとこそこ。次のステージは1時間以内に暗号を解かなければ首輪に仕込んだ爆弾が。ギャルが解きました。暗証番号4549らしい。謎解いてないけど、もう打っちゃっていいよねこれ。ナイス。59分も余った。ゆっくりしてこ。せめて解こうとはしてよ。一生懸命考えたのに。次は、そうだ、次は大丈夫。第3ステージは床から槍が飛び出す廊下だ。行け、喰らえ。運ゲーすぎる。待って、なんか壊れてるとこある。
あ、ここはやり出てこないっぽいわ。え、やりとかウケる、マジロンギネス。なーにやってんだよ。あれ、リハーサルではいけたんすけどね。頼むよマジで。でも次の最後のステージはマジで大丈夫。このステージは必ず一人犠牲者が出る。お前たちの快進撃もここまでだ。さあ、人間の汚らしい私欲に満ちた駆け引きを見せてくれ。あー、これ積んでるわ。嘘。じゃあパラレル言っとく。オッケー、そうしよう。あの、ゲームマスター。なんだ。あの、全員いなくなっちゃいました。え、どういうこと。わかりません。おい、もう一人ギャルがいただろ。そいつの能力はなんだ。平行世界に移動する能力ですね。あ、俺もう主催降りよっかな。やっぱこっちのが落ち着くかも。それな。